ウルトラマンにはなれないね。人間はみんな自分自身の力で光になれるんだ。よし、みんな記念写真を撮りましょう。行ったぜ、一応青色が優れませんね。ええ、少しめまいが。私も何度か調査で訪れていますが、いまだに慣れることがない。本当に嫌な場所ですよ、ここは。ルルイエ、それは邪神ガタノゾーアにウルトラマンティガが最後の戦いを挑んだ場所。選抜隊、これより遺跡内に入る。了解しました。この奥だ。行くぞ。はい、はい。間違いない。この壁の中だ。セットしろ。はい。ここを開けてはいけない。下がってください。危険です。下がってください。セットしろ。はい。
爆破用意。存在闇の巨人。窓大吾と柳瀬玲奈とは神と怪獣の前で夫婦となる誓いを立てました。故に私は父と子と精霊との皆においてこの兄弟と姉妹とが夫婦であることを宣言いたします。神が合わせられたものを人は話してはいけない。もうすぐ会える。大吾、カミラ。レナ、どうしたの？いや、何でもないよ。早かったね、この2年。日本に帰るの延期する？ついでに結婚式も延期する？おい冗談。レナ、なんでそういう冗談ばっか言うの？また朝が来たね。今日という未来、すべての命を育む光だ。ねえ大吾。ん？帰ったらお願いがあるんだ。お願い？佐伯隊長、私は石像を運び出すなんて聞いていません。私は上からそう指示されています。失礼。佐伯だ、輸送船の到着はまだか？何をしてる？ここを爆破します。起爆装置を離せ。爆薬が全て爆発したらこの空洞ごと吹き飛ぶぞ。石像は封印すべきです。手遅れになる前に。それを渡せ。 F 計画はすでに動き出している。戻りはできないんだ。
あなたたちも知っているはずよ。人がむやみにウルトラマンの力を手にすればどうなるかを。確かに正木警護は失敗した。だがそれは十分な準備が整っていなかったからだ。あなたもガッツの隊長ならもっと信頼すべきですよ。逃げて。TPC の科学力と人間の H。逃げて！そんなバカな。入間隊長からの連絡が途絶えてすでに2日だ。探査衛星からのデータを解析した結果、遺跡の中心部が崩落、調査隊の生存はほぼ絶望的かと。本来なら自分が行くはずの調査でした。今回は私が行くわ。科学者として久しぶりに超古代の香りを感じてみたいの。実は現在 TPC 内に不穏な動きがある。不穏な動き。入間隊長もそれを感じ、今回の調査に自ら同行したんだろう。大吾とレナの結婚式が近いというのに。自分は隊長は生きてると信じています。滅び去った超古代の町。本当に嫌な女。何度私たちの邪魔をすれば気が済むの。お、戻ってきよった。ちっとも変わってねえな。おい、
大吾さん。ただいま。帰りました。うわ、息もぴったりや。僕たちの入る余地。まるで。なし。冷やかさないでくださいよ。いや、冷やかすよ。この二人はな。何よ。お前が始めたんだろ。冷やかしたリーダー。リーダー。二人とも元気そうだな。リーダーこそ。入間隊長は？いや隊長な、ちょっと調査から戻り遅れてんね。あ、そうそう。心配するな。二人の式までには絶対に帰る。出迎えるなり、あの二人騙さなあかんとはな。別に騙したわけじゃないだろう。リーダーが約束した通り、俺たちが隊長を連れて帰ればいい。私ね、もうすぐ結婚するんだよ。昔の恋人、僕たちのこと許してくれた。さあね、直接ミューに聞いてみたら。僕が？なんだって？どうやらオーケーみたいよ。よかった。大吾、お願い聞いてくれてありがとう。平和だね。なんか自分がウィングに乗って戦ってた頃が嘘みたい。こんな安らかな日がいつまでも続くといいのに。続くさ。本当？もう戦いは終わったんだ。これからは二人同じ未来を見つめ生きていこう。大吾、お待たせ。渋滞に巻き込まれてすっかり。あ、もっと遅くてもよかったかも。リーダー、強力なエネルギー反応です。以前ティガの地のピラミッドで観測されたパターンによく似てます。何？どういうことだよ。まさかこの遺跡の中にも石像が隠されてるって言うんじゃ。可能性はある。調査隊もそれを知ってて。今は隊長の安否の確認が先だ。着陸するぞ。了解。金城、そっちはどうや？何や、この電波状態は最悪や。本当に嫌な場所だ、ここは。誰や？お前
もうすぐ結婚式ですね。うん。レナさんのウェディングドレス姿綺麗だろうな。当然だって、大吾が選んでくれたドレスだもん。あ、もう聞くんじゃなかった。招待状とかいっぱい出したんですか。お世話になった人には一応。私にはくれないの。人間の怨念とはすごいものだ。死んだから3000万年も過ぎて、今も呪いの声を上げ続けている。一体何言うてんねん。あなたもその仲間入りをしませんか。この私みたいに。会いたかったわ、ずっと。お前は？私のこと忘れたの。あの女と同じね。でもすぐに思い出す。すぐにね。こいつは。滅亡の闇が蘇った。グータイヤ、この怪物が調査隊よ。戦いはまだ終わっていなかった。でも今の僕は、僕にはどうすることも。力が欲しいのね、巨人の力が。使いなさい、それはあなたのものよ。新庄、怪物がいっぱいだ。急げ。ドローガー。何やねこいつら。もしかしたら隊長もこいつらに。おう、そんなことあるか。早くリングに戻るんだ。ひとまず撤退するしかない。了解。はい、さあ早くその力を手にするのよ。それが本当のあなた。3000万年前、私たちと一緒に世界を滅ぼした。それが大悟、あなたの姿なのよ。ママ起きてよ。ママ、ママ起きて。起きて。
何でも。でもすごい顔して。何でもないって。ごめん。ゾイガーか。はい、ルルイは今や奴らの巣窟と化しています。調査隊はその怪物たちに襲われ連絡を絶ったということか。 F 計画の詳細を自分は知りません。ただそれが今回超古代の封印を解いたとしたら、ディガは消滅した。人類は未知なる敵に対抗しうる力を失ったのだ。あなた方はそのことを本当に理解されているのか。光の巨人の謎を解明し絶対的戦力として利用すること、それが TPC、 いや人類にとっていかに急務であるのか。ディガなき今、我々には新しい力、つまり防衛兵器としてのウルトラマンが必要なのだ。何でも総監の前だ、言葉を控えろ。控えません。多少の犠牲を払っても我々は強くならなければならない。言ったはずよ。今の私たちにあの結界は破れはしない。うわあ、もう我慢できねえ。早く人間どもの恐怖の叫びをこの体いっぱいに浴びて。もう少しの辛抱よ。彼は必ず自分の意志でこの場所へ戻ってくる。綺麗、まるで星空みたい。レナ、何？いや、いいんだ。私ね、ダイオと結婚したら子供たくさん作って、そうしたらみんなで話して乗ろうね。乗ろう、必ず。指切りよせよ。もし約束破ったらハリセンボン飲ましちゃうんだから。やめろって。いいでしょ。よせって。大悟、カビーラ。待てよ、待てったら。レナ、カミーラって、カミーラって何なの？そんなこと言ったかな。なんでごまかすわけ？どうしてちゃんと話してくれないの？私は単刀直入に引く。入間隊長の生存の可能性は？わかりません。ですが、遺跡を完全に破壊し怪物どもを殲滅するしかあるまいな。吉岡長官、信者、もし奴らが遺跡から飛び立てば甚大な被害が出る。その前に、わしらは最後まで隊長。ディガはもういない。それは南雲の言った通りだ。確かに今回の事態は我々 TPC が撒いた種だ。しかし犠牲は最小限にとどめなければならん。この闇に出口などないわ。
人を前にやったらどう。殺す。お前は生き続けるんだ。この暗闇の中で絶望と苦痛に苛まれながら永遠に。じきに彼は運命を受け入れるわ。今度こそお前の好きにはさせない。今回は私が行くわ。科学者として久しぶりに超古代の香りを感じてみたいの。隊長。これを持っていってください。お守りです。防衛軍時代、自分はこれに命を救われました。ありがとう。大事にするわ。リーダー。大吾、すまん。お前たちに心配かけまいと今まで黙っていた。やっぱり入間隊長に何かあったんですね。大吾、お前はもう十分に戦った。自分を犠牲にし、いつも俺たちを助けてくれた。だがお前はもうティガではない。人間なんだ。普通の人間として幸せをつかめ。普通の人間。それが本当のあなた。ユザル、教えてくれ。僕は見た黒い三人の巨人を。そして僕は、これは誰だ。お前たちは。やっと思い出したのね。しゃあ。暗い席の中であなたのことだけを考えていたわ。最強の戦士でありながら私たちを裏切ったあなたのこと。3000万年前、共に強大な力を手にした仲間をあなたは閉じ込めた。あの女の口車に乗せられて。うわっ。
隊長。あの女が受け継いでいるからよ。地球星警備団の団長、ユザレの遺伝子をね。人間は愚か。でも、ダイゴだけは許してあげる。私たちのもとへ戻るな。ふざけるな。どうしてお前たちなんかと。愛していたから。あなたのこと、ずっと愛していたから。そしてあなたも私を愛してくれた。それは。どうしたの？早く受け取りなさい。そしてもう一度、闇の力を。僕は、前たちとは違う。さん、どこにも外傷は認められなくて。レナの様子は？その後何か話したか？ううん、何も。明日、ブルーイエの遺跡に対し一斉攻撃を行う。多分これがガッツとしての最後の任務や。最後は巨人同士が争い、全て滅びたというのか。そうなのか、ユザレ。カミーラ、ダーラ、ヒュドラ、三人の巨人が復活したとき、私が仕掛けた結界はこの遺跡を包み込み、100年の間だけ全ての闇を封じ込める。でもダイゴが再び闇の力を手にしたとき、奴らは遺跡より解き放たれる。三人は無敵となり、また世界を闇へと染めるでしょう。もし僕が行かなくても、百年の後に奴らは蘇ってしまう。人の心から闇が消え去ることはない。僕はどうすればいい？ダイゴ、あなたは光であり、人である。答えは自分自身で出さなければならない。何かあったら知らせてください。大事に。ありがとう。レナ、
ごめん、心配かけて。行くんだね、また一人きりで。入間隊長は生きている。だから僕が迎えに行ってくる。どうして、どうして大吾だけが苦しまなくちゃいけないの。やっと、やっと普通の人間に戻れたのに。僕は人間だから、人間として逃げるわけにはいかないんだ。待って、帰ってくるよね。大吾、私たち結婚するんだよね。当たり前だろ。レナ、待っててくれ。私、もう二度と戦うつもりはなかった。でも今行かないと絶対後悔する。そんなの嫌だから。ガッツ隊から作戦を一部変更したいとの要請が。許可したまえ。は？許可したまえと言ったんだ。はい。
沢井、連中は勝てるのか。勝つさ。私はいつだってそう信じてきた。Gate F4 opening. All personnel in due position.開発中の宇宙型心臓艦に比べれば見劣りはするが、まだ十分に戦えるはずだ。改良も加えたしね。我々にとっては最高の船です。ルナ隊員、結婚式楽しみにしてるよ。はい。マキシマオーバードライブ、フルチャージ。よし、アートレス成功、発進。発進します。待っていたわ。本当に来やがった。とぼけていりゃ100年先まで人類も無事にいられたのによ。お前だって普通の人間のまま暮らせたんだぜ。やはり力が欲しいのか。隊長は、入間隊長はどこにいる。怖い顔。でも好きよ大吾。あなたは誰よりも強い闇の力を持っている。もう一度その力を私たちに見せてちょうだい。たとえ人の心から闇が消えることがなくても、僕は信じる。人間は自分自身で光になれるんだ。どうした。強力な磁場の歪みがルルイエの遺跡より発生しています。何だと。世界各地で闇が太陽光を遮断していきます。一体何が起きてるんだ。大吾、あなたのおかげで結界は消滅したわ。さあ、私たちと共にこの地球に恐怖と絶望を。言ったはずだ。僕はお前たちとは違う。僕はお前たちを倒す。たった一人きりで何ができるというの。待て、俺が行く。マイフレンド。
宙膨大なエネルギーや。以前ダイブハンガーを襲った闇よりも強力です。ひるむな。あの奥に必ず隊長が待っている。行きます。小賢しい人間ども、お前らに用はない。ゾーガが向かってきます。全門解放。はい、一斉攻撃。厳しさ。エンジンを狙ってきやがった。第2エンジン停止。推進力 20% ダウン。俺らガッツウィングで叩き落としてやるぜ。システムは作動しない。ウィンゲートが開きません。野放しにはさせない。しか使えぬ哀れなやつ。負けにはいかない。
闇のパワーを光に変えた。3000万年前のあの時と同じ。ゾイガーは外には出れまい。ウィングゲートのシステム回復しました。ヤズミ、イルマ隊長の位置を。隊長の PDI 反応はまだ検知されません。オリ、新庄、俺とガッツウィングで出るぞ。私も行きます。
これは。今度こそ、その命。ゾイガーの攻撃が収まりよった。リーダー、起爆装置のパルス反応をキャッチしました。きっとそこに隊長がいます。指示を頼む。ついに来てくれたのね。私たちが愛し合ったこの場所へ。残念だわ。今は殺し合うしかない。いや、そこにダイブはいい。了解。愛の力ってやつか。3000万年前のあの時もそうだった。ウザレの口車に乗り、私たちを裏切り、あなたはそうやって光の力を手にした。アーラムのパワー、ユドラの俊敏さ、そして私の闇の力を奪い取って。なぜ闇の力を否定する？それが人間の本質だというのに。大吾、死なせない。派手な花火を上げてくれたおかげです。それを言うならあなたのおかげよ。3000万年前はユザレ、そして今は。でもこれで何もかもが吹っ切れたわ。思う存分お前を
殺せる。守るものがある。たくさんの仲間が、そして何よりも大切な人が。勝手なこと。までが、あれは滅び去った超古代の戦士たち。ここに眠ってたのは闇だけじゃなかった。グリッター。
ルルイエの遺跡が沈んでいく。みんな新庄早く脱出するんだ。ダイゴレナ新庄早く戻って。レナあかん、レナは死ぬ気や。大吾、レナ、大吾、レナ、生きるんだ。私も惜しかった。ただいま。二人とも元気でな。リーダーたちも。研究成果楽しみにしてるよ。火星に植物を、それが二人の夢です。頑張れ。
とうとう一番だな。寂しくなるぜ。やだお兄ちゃん、泣くことないじゃない。バカ野郎、泣いてねえよ。嘘つけやアホ。こういう時こそお前笑顔でな。さあ出発の時間ですよ。大悟、レナ、幸せにね。はい、はい、頑張れよ後輩。世界を変えてゆける時代を越え